さん、ポコニャチは。今日はちょっと面白そうなコースを見つけたからやっていこうと思うよ。面白そうなコース？どんなコースなんだ？なんか、初代マリオの1の1をアレンジしたコースみたいなんだ。なんか、クリア率が嫌な予感がするんだけど。一人しかクリアしてないんだぜ。とりあえずやっていこうか。今日は動画の最後にお知らせがあるよ。さて、まずは。て何よここは。全然1の1じゃないぞ。な、これは想像以上に大変かも。気合い入れてやっていかないと。まずはこのボム兵を乗り継ぐのか。ちゃんと踏めたな。あ、ここは1の1っぽいけど。絶望すぎでしょ。どうすればいいんだ。とりあえず使えるアイテムがないか探してみよう。テネットが出てきたわよ。これに乗るのか。行くぞ。そい。お、ちゃんと乗り継げた。この土管に入るのか。さて、土管の中は。ここは、あれだな。本来ならショートカットができる場所。正規ルートになってるのね。って難しすぎでしょ。このキラーに乗り継ぐんだよね。トゲだらけでやばいな小屋。でも、下の土管は封鎖されてるみたい。ってことは上に行けばいいのかな。小屋また大変だな。さてここは？ってそりゃひどいって。左に寄ってと。今度は右に寄るんかい。左の右ね。なんかめっちゃ忙しいな。さて、花ちゃんが出てきたぞ。乗り継ぐのかしら？足場がないじゃないか。クリボーを待ってみたらどうだ。よし、ここで待機して。今だ。よし、これで先に進めそう。でもこの後はどうするの。足場がないんだぜ。大ジャンプで届かないかな。それ以前に高明だったな。ってことは上ルートかしら。クリボーを早めに踏んだ方がいいね。よし、行けた。こんな1の1は嫌なんだぜ。これはボム兵の爆発を待てばいいのかしら。そういうことか。そしてまたクリボーを足場に進むわけか。あ、そこのブロック、本当はスターが入ってるけど。絶対取るのは無理でしょ。って孔明だらけじゃねえか。いやー、もしこれが製品版だったらまず売れてなかっただろうね。せやな。万人が楽しめるコースだから売れたのかもしれないな。こういうコースは完全に上級者向けだもんね。私は見てて楽しいけど。やると結構地獄だぞ。そういえばここ、鍵付き扉があるわよね。ってことはまたここに戻ってくるってことか。時間もあんまりないのにね。さて、左の右と。ここは花ちゃんを5回踏んだら行くよ。もう攻略も慣れてきたみたいだな。慣れるのだけは人一倍って言いたいんだろ。そういうこと。たく、それよりここから気合い入れていかないと。クリボーとノコノコをしっかり踏まなきゃね。ここからどうするのよ。多分この上のハテナブロックにアイテムが。テネットが出てきたぞ。やばい、これは追いかけなきゃいけないやつだ。そい。お、行った。このまま勢いで行くぜ。あ、鍵をゲット。ちょ、あと6秒だぜ。とりあえず行くしかない。頼む、間に合ってくれ。下の土管に入るのよね。さあ、ゴールは。ここがゴールの床よ。あーっと、これどうするんだ。なんか行けたぞ。じゃあゴールだー。ふう、どっと疲れた。1の2以降がこれだったら絶望しかないよな。いやー、なんとかクリアできたね。うん、想像以上に大変だったわね。だがなかなか面白いコースだったな。そういえばなんかお知らせがあるんだったよな。そうそう、8月31日の水曜日、19時からマリオメーカーの生放送をするよ。お？マリオメーカーの生放送とか久しぶりだな。クロスマリオとか雲ケツに書く横パインとか思い出すわね。あれは想像以上の悪夢だった。視聴者の皆さん、よかったらぜひ見に来てくださいね。ああ、楽しみなんだぜ。おこなかの3人の苦しむ姿が見れるわね。あはは。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。